社長今いいですか？うん、社長見てるといつも自信があって強い人っていう印象があるんですけど。まあね、はいはいはい。誰かの名言参考にしてたりするんですかね？してるんだよ実は。教えてもらっていいですか？いいよ。自信を持ち諦めず常に強い気持ちでいること。誰の名言ですか？平山颯太さん。あ、これどこでした？ミッドフィルダー、フォワードです。フォワード、そうです。高校サッカーで大活躍してました、ね、してましたね。年末には高校サッカー選手権が毎年開幕しますので、うん、選手の皆さんに熱い応援メッセージをお願いします。寒い時ってやっぱ怪我をしやすいから、まあ、しっかり特に足首コネコネやってもらって怪我の対象にしてます。夢に向かって頑張れって感じでいいですかね